アルフレッド・ヒッチコック、アルフレッド・ヒッチコック、アルフレッド・ヒッチコック、区部、1899年8月13日から1980年4月29日は、イギリスの映画監督、映画プロデューサー。1939年からは主にアメリカで活躍した。スリラー映画で成功し、制作、脚本を手掛けた。サスペンス映画の神様とも称される。 1899年8月13日ロンドンのレートンストーン生まれ、鶏肉店を経営する傍ら果物の卸売商も営んでいたウィリアム・ヒッチコックと妻のエマ・ジェーン・ヒッチコック、旧姓ウェイランの人の子供の末っ子であった。一家はアイルランドのカトリック教徒であった、イギリスでは少数派。ヒッチコックはロンドンでカトリックの寄宿学校に入学し、後にヒッチコックは 幼年期は孤独であったと語っている。幼年期に父親に、ちょっとの間だけ、留置場に入れられたという話は、ヒッチコック自身の証言でしか確認できない。ヒッチコックが14歳の時に、父親が死去し、ヒッチコックは工学を学ぶため、セントイグナチウスカレッジを去った。学校を卒業した後はケーブル会社、WT ヘンリー電信会社の技術部門。 海底電線の電力測定で働きながら、ロンドン大学の美術学科でへの勉強をし、同社の広告宣伝部に移動する。その後ヒッチコックは、アメリカの映画会社フェイマスプレイヤーズ、ラスキーのロンドン支社に、映画のタイトル用イラストを売り込み、採用される。1920年には、イズリントンスタジオで、サイレント映画のタイトルデザイン、セリフや解説を書いた字幕を担当した。 その後、グレアム・ガッツ監督の下で、脚本、助監督などを手掛けた。2011年には、彼がアシスタントを務めた、ザ・ホワイト・シャドウ、1923年の一部のリールが、ニュージーランドで発見され、ヒッチコックの携わった、現存最古のフィルムとして、貴重な資料を取った。1925年には、ゲンズ・ボロー・ピクチャーズのマイケル・バルコンが、ヒッチコックに、諸女作の、 快楽の園を監督するチャンスを与えた。ヒッチコックは急速に対頭した。ヒッチコックの三作目、下宿人は1927年に公開された。同作は、切り先、ジャックをモデルにした作品でアパートにやってきた新しい下宿人、アイバー・ノベロが殺人犯の嫌疑をかけられる。これが最初の間違われる男をテーマとしたヒッチカニアンフィルムであった。 1926年にヒッチコックはアシスタントディレクターのアルマレビルと結婚した。二人の間には1928年に娘のパトリシアが生まれる。アルマはヒッチコックの最も親密な協力者であった。アルマは何本かの脚本を執筆し、ヒッチコックのすべての作品の擁護者であった。1929年にヒッチコックは10作目の ゆすりの制作を始める。撮影中に制作会社は同作をイギリス最初の陶器ーー映画にすることを決定した。1933年には再び拷問イコールブリティッシュピクチャーに移籍していたマイケル・バルコンと共に働く。同社でのバルコンの初の作品は暗殺者の家であり、続いて39夜を制作する。同作は初期の代表作とみなされた。 ヒッチコックの次の成功作は1938年のバルカン調特急である。軽快なテンポで展開する同作は、ナチスドイツを模した架空の国家バンドリカでのスパイ騒動に巻き込まれた人々を描き、列車内で姿を消した老婦人の行方を探すという内容のサスペンスでもあった。ヒッチコックの活躍はハリウッドから注目され、1939年には、 デビット・オーセルズニックと組んで、ヒッチコックはアメリカ合衆国で映画制作を行うこととなった。1940年にヒッチコックはアメリカでの初作品、レベッカを制作する。同作の企画はイギリスで行われ、原作もイギリスの作家ダフニル・モーリエによるものであった。作品は、ジョーン・フォンテイン演じるヒロインが5歳として入った、イギリスの屋敷での出来事を描くサスペンスで、 1940年のアカデミー最優秀作品賞を受賞した。ハリウッド入りする前に、イギリス保守党の二人のプロパガンダスペシャリスト、保守党本部広報部長のパトリック・ガワー教と、イギリス映画協会の会長で保守党員だった、オリバー・ベルカイギリスの利益となる映画を作るよう指示を受けている。ヒッチコックはハンナチス活動家のオルター・ウェンジャーと組んで、 アメリカの世論を中立政策からイギリス支援にへ転換させるためのプロパガンダ映画であることを承知で海外特派員を制作した。ナチスドイツの宣伝賞、ヨーゼフ・ゲッペルスはこの映画をプロパガンダの最高傑作と評した。ヒッチコックのユーモアはアメリカでの作品群でも発揮され、作風はサスペンスをトレードマークとしていた。セルズニックは 長年金銭問題に悩まされており、より大きな映画会社にしばしばヒッチコックを貸し出した。ヒッチコックの1940年代の作品は非常に多様であった。それはロマンティックコメディのスミス夫妻1941年から暗いサスペンス、フィルムのワールの疑惑の影1943年また種に及んだ。1950年代は ヒッチコックの黄金時代といえる、様々な円熟期の作品が量産された。ヒッチコックは1956年にアメリカの市民権を取得した。鳥、1963年までは制裁を放っていたが、マーニー、1964年以降は、凡庸な作品が目立つようになった。これは、マーニーの撮影中にティッピヘドレンに関係を迫ったもの,の断られたことが、 原因ではないかという説もある。あるいは、ハリーの災難以来バーナード・ハーマンが音楽を担当してきたが、引き裂かれたカーテンの音楽をめぐって対立し、結果ハーマンをこの作品から降板させ、以後はもとをわかっていたことも影響しているのではないかとも言われる。恒例による衰えと,との説もあるが、イギリスを舞台に撮影した最後から2番目の作品、クレンジー。 1972年では、キレのあるサスペンス演出を見せ、ヒッチコック復活を印象づけた。1976年のファミリープロットが、ヒッチコックの遺作となった。バーバラ・ハリス演じるインチキレイバイシと、ブルース・ダーに演じる彼女の恋人である、タクシードライバーが犯罪に巻き込まれるという内容であった。監督業への意欲は一向に衰えず、 記者会見で引退はいつですかと聞かれると上映終了後と答えたという。逆にそうした創作意欲の強さが弱っていく。一方の自分の肉体に対して自暴自棄気持ちを持たせ、付き添いの看護師の目を盗んでコニャックをガブ飲みしたこともあったという。次回作として小説家ロナルド・カークブライドのスパイ小説短い夜の映画化を予定しており、 撮影開始直前まで企画が進んでいたが、実現することはなかった。ヒッチコックは1980年1月3日に、エリザベス2世よりナイトの称号を授けられたものの、ちょうどその4ヶ月後に人不全を起こし、ロサンゼルスで息を引き取った。満80歳。遺体は仮想に付された。ヒッチコックは、特にフランスの若い映画監督たちから指示された。 ヒッチコックは、ヌーベルバーグの神様と呼ばれ、クロード・シャブロルや、ジャンイコール・リュック・ゴダールらに崇拝され、中でも、フランソワ・トリホフォーは、ヒッチコックを意識した、国威の花嫁を取ったり、ロングインタビューを観光し、映画術のタイトルで出版したりした。ヒッチコックの作品は、非常に高度な映画技法を駆使して作られており、際立った演出手腕を持った映画監督と言える。 その映像テクニックは、技術本位ではなくあくまで演出上必要で、あるからこそ使い入れ、結果的に絶大な効果を上げている。特にスティーブン・スピルバーグは、ヒッチコックの演出テクニックを活かした演出を行っているのが有名である、キネマ旬報でもシーンを比較する、記事掲載された。自分の作品のどこか日本の一瞬だけ必ず姿を出すことで知られる。 後ろ姿やシルエットだけのこともある。もともとこれは初期の頃予算不足のためエキストラを満足に雇えず、やむなく出演していたという単純な理由だった。しかし、滑覆の良い要望で目立つためファンが探すようになってしまい、いつの間にか恒例になったものだという。理由はともかく、そのおかげでファンは作品がどんなにスリリングで手に汗握るものであれ、監督がいつ、 画面に登場するかを心待ちにするというけうな楽しみを与えられた。しかし後年はこのお遊びがあまりに有名になってしまったため観客が映画に集中できるようヒッチコックはなるべく映画の冒頭に近いところで顔を見せるように心がけていた。大物監督には珍しいことに生涯で一度も離婚歴がなく妻、アルマと最後まで過ごした。妻の手記によると ヒッチコック自身の私生活は非常に規則正しかったという。作風からは想像できないが予期せぬ出来事などといったものは大嫌いだったらしい。大好物であったスフレも作っている間に我慢ができなくなって途中でオーブンの扉を開けてしまうので中が見える窓のついたオーブンを購入するまでスフレを作るのを禁止している。また、鶏肉が好物だったことから 妻は、だから、鳥を作ったのではないかと推理していた。1955年、昭和30年12月12日に来日している。監督作品のうちイギリス時代の作品は保護期間終了のため、アメリカ時代の作品は著作権表記欠落や未更新などのためパブリックドメインとなったものが少なく、ない。ヒッチコックの初期作品は、フィルムの劣化が進んでおり、 上映に耐えられない状態となっていたため、2010年には英国映画協会がフィルムが残存している初期サイレント映画旧作品を修復し、デジル化するプロジェクトを発足させた。2012年に快楽の園、下宿人、ダウンヒル、リング、不死柄な女、農夫の妻、シャンパーニュ、マンクスマン、恐喝の旧本が無事修復で事業は完了している。 修復されたこれらのフィルムはザ・ヒッチコック級として各地で上映され、日本でも東京劇場において2017年3月18日から3月24日まで上映された。制作国においてパブリックドメイン保護期間は公開から70年。ただし英国政府制作の映画は公開後50年。アカデミーに再三ノミネートされたが当時のハリウッドでは サスペンス物は格下に見られ、また自身がアメリカ人でなかったことやハリウッドに住まずサンフランシスコに今日構え、ハリウッドの映画人との交流が少なかったことなどの理由から監督賞を逃し続けたという説がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。